皆さんこんにちは、太郎です。今日はですね、8月5日、今夜の7時です。まだちょっと明るいですが、本日ね、稲刈り終わりまして、もみすりの続き、乾燥の続きをやってるんですけれども、明日この地区に入ります。そしてですね、この地区は、そう、この田んぼ、玄米を8種育苗をして実際に田植え機で植えた田んぼになります。この田んぼがある地区を稲刈りしますがね、結局最終確認というのがですね、稲刈りが始まってしまってバタバタしてたのでできておりませんでした。なので今日やってきたんですけれども、まあ見ての通り、ちょっとまだ青いかなというところですね。はい、比べてこちらコシヒカリですね、種もみから作った、いい感じの色になってきてるんですけれども、こちらはまだ若干青いと。ただですね、私はもう勉強しました。先日ね、なぜ私の田んぼは売れないんだと、お隣さんと比べてですね、灰色が濃ゆいという動画を上げましたが、その動画でですね、いろんな方からいろんなコメントをいただいたんですけれども、たくさん寄せられたコメントでですね、あったのが、もみを見ればいいんだよと。結局もみですね、もみ色で判断しましょうという意見が一番多かったですね。一応灰色に関してもですね、中干しの有無であったり、窒素量の多い少ないであったりと、いろんなことが要因としてありますよとは皆さん教えてくださいましたが、一番多かった意見として、もみの色で判断しましょうでした。でね、もみしっかり、ちょっとね、夕方なのでどのように映ってるかな、あれなんですけれども、しっかりね、売れております。中身もね、しっかり入ってる。よいしょ、うん、 OK ですね。見えたかな、中身もしっかり入っております。うん、入ってますね。ピントが合わない。はい、この爪の上に乗っかっている白いのが実です。いいですね、ちゃんと綺麗な実がなっております。生育もですね、遅い早いありましたが、きっとハシビの問題だろうということでですね、私の中では落ち着いております。はい、このような感じですね。ね、しっかり穂は垂れてるでしょ。もちろんね、ハシビが早かったからかな、コシヒカリの方がですね、種もみから作ったコシヒカリの方が、なんか倒伏具合もいい感じでですね、おー、なってるなぁというような感じではあるんですが、この玄米から作った方もですね、負けずね、倒れてはいませんが、いい感じでわさわさとなっておりますね。やっぱり分月もね、いいですし、特段ね、種もみで作ったものと変わらないかなと、育ってみたら変わらないかなというのが印象ですね。ただ育つまではやっぱりね、過去動画見ていただきたいんですが、いろいろね、あげたんですけれども、最初の状態はやっぱ寂しかったですよね。もうほんと植えた状態が、なんだ植えてるのかなみたいな状態からですね、コメントで玄米を植えるなんて信じられないというコメントもいただきましたが、私としてはですね、気になったことが実験できたので良かったかなと思っております。これでね、もちろん出荷しちゃいけないんでしょうけれども、出荷しちゃいけないというか、出荷しちゃいけないんですが、他のね、県の品種の玄米さえあれば、試食することはできますよね。自分で作ってみて、早期水筒に合うのかどうか確かめてですね、で実際食べてみると、もちろんね、コシヒカリじゃないので一緒に出荷はできませんが、家で食べる用としてですね、実験として楽しむこともできるのかなと思っておりますね。北海道の品種だったり、東北の品種だったりと、玄米を購入することは調べてみたらね、普通にネットショッピングとかでも売ってあるので可能なのかな。ただね、もちろん出荷はできないですし、食べるようですし、また何と言いますか、
このこちらの柵型に合うかどうかですね。熱に強くないとなかなか育たないと思いますので、そういったところもありますが、今回のこのコシヒカリの玄米から作る実験を通してですね、まあ、そういうことも可能だなとふとね思いましたね。まあやるかどうかは別ですけれども、わざわざ玄米で買って、まあ正直しないかなとは思うんですけれども、まあそのような考え方もできるなと思いましたね。ね、これでまあ確かにそうですよね。わざわざ作ってみるよりは普通に買って食べた方が早いですもんね。で、まあ興味をね、自分の興味を解決する実験だけはできますが、確かにその他の県の品種が自分の県で作れるかどうか、自分の県の作型でですね、まあ自分の県の作型というかコシヒカリの作型ですね、自分の県の試験はできてもね、売れなかったらね、結局ね売れないとどうしようもないですからね。食べれたにしても自分たちでね食べれる量なんて知れてるので、まあでも、まあ、そういうことも可能かなと、まあ、面白いことはできたのかなと思っております。他の YouTuber さんもですね、調べてみたら玄米からハッシュ、なんて言いますか、玄米からバケツで稲を作ったりとか、そういう人はいらっしゃるみたいですね。まあ、なのでまあできることなんだなと、まあやった後ですが改めて思いました。本当今回の実験を通してですね、収穫は大きくなかったのかなと思っておりますね。いたのかな、あ、コメントで いただきました。玄米からあの種を取ってる方もいらっしゃったということで、そういう方もいらっしゃいましたね。なんだこれ、食われてる、獅子でも来たのかな。実がないです。実がない、わかりますか、実がない、実がこさぎ落とされたような亡くなり方してます。なんだこれ、わかりますかね、これわかりやすいですね。ほら、実がない、なんだ、獅子か。でも獅子の跡はないですけどね。なんだ、実がないぞ。この辺りだけですね、この何本か何株かだけ。なんだ、おっと、いや、ここはここもだ。なんかつまみ食いしてるやつがいますね、うちの稲を。なんだ、獅子じゃなさそうですが、遊んだ跡はないんですけどね。見えますか、ほらね、ほら実がついてないでしょ。あ、ちょいちょいあるな。なんだこれ、なんだ、ほら実がないね、実がない、困りますね。穂の実をほとんど取られてます。なんだ、うん、結構あるぞ、見てみたら。しかもあぜ際に集中してる。何か野生生物なんでしょう。何なんだろう。いやー、ショックですね。また新たな野生生物の脅威が来てるのでしょうか。玄米の実験も成功して、いろんなお米作れるなとね、私の県では手に入れれないような品種も作れるんだなと嬉しい気持ちになっていたのですが、そういうわけにはいかないようですね。いや、そういうわけにはいかないわけじゃないな、なんかちょっと水を刺されたようなね気持ちになっちゃいましたが、あら、ここもね、あらららら、あら、まあしょうがない、もう明日稲刈りですので気持ちを切り替えて、しっかり今からですね、またもみすりに戻ります。夜ね、集中力切りかけるといけないと思ったので、お風呂入って晩ご飯食べてきましたので元気いっぱいです。しっかり安全に気をつけて頑張ってまいります。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよ、玄米しっかりできてよかったねと思ってくださる方は、コメント、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。
それではありがとうございました。失礼いたします。